はいどうも、ジグノです。今日はスタンダードの赤ターンを回していこうと思います。M21 で再録されたこの神傷への興奮を使ってみたかったので、このデッキをチョイスしました。このオーラを使いやすいように1マナクリーチャーをちょっと多めにして、その代わりに小回りの効かないトーブランとか逃走する蒸気族を全部抜いてデッキを軽くしてみました。あとはBO1 のデッキなのでメインからレッドキャップの乱闘を入れて多少アグロ耐性を上げてるぐらいですね。あとは普通の赤ターンです。では早速行ってみましょう。対戦よろしくお願いします。これはマリガンですね。やっぱ1マナのクリーチャーをから始めていきたいんで、これは使えるかわかんないんで下に、はいはい、速攻で攻撃。国軍、まあ一回待ってみましょう。攻撃、はい、3点。トフボネ、黒タンっぽいですね。あ、まだいいかな。まあ取っときましょう。はい、大下攻撃、はい、どっちが欲しかったですね、ここは。はいはい、レギサウルス、これはなかなかいやらしい。あ、取っておいた方がとりあえず。お、土地が引けないのがちょっと厳しいですね。はい、アタックアタックで、お、2体できた。3体で、はい、悩んでいる。相手結構悩んでいる。お、これは美味しい。さようなら、レギサウルス君。まあ、2枚目とか出されちゃうと結構厳しいですけど、持ってなさそうな感じ。はい、除去。来ない。土地が欲しい。土地をください。攻撃、はい、ダメージが入る。はい、大照らし、いけるかな。引けたけど、なんかあんまりいいめくり方じゃないですね。あ、ホラス2枚もいらなかったね。動いてこない。あ、まだこれからか。はい、どうぞ。はい、ブロックしない。はい、何か展開する。はい、メイヘム、はい、エンバレス。まあ次、あわよくば次勝つかもしれないんで、これで5、はい、攻撃してくる。はい、もう一体3マナ、もう全部入ってる。はい、
こっちも行くしかないんで、反対で攻撃。ここは相手考えを、はい、全力で止めに来る。はい、全力で待って、1234567まで7の2段攻撃。タフネスは4なんて、まあ生き残れない。14点、まあ、全部死ぬか。はい、エンバレス、こっちもアナックスが死んじゃうけど、盤面はあれ全部死なない。あ、そうがいいか、まだ一発目か、びっくりした。でもう一回、はいはい、はい、これで綺麗になりましたと。でただで装備できるんで、ここにつけとく。ターン終了。さあ、こっからクオタンだと多分どうにもできないと思いますけど、なんかあるかあるか。あ、まだ終わってはない、うん、終わってる、ない、終わってますね、これ多分終わってる。なんかあるかな、あれ、はい、おい、来た。はい、これが除去じゃないか、あ、除去じゃないけど、これはちょっと予想外。ハンコン、はい、どうぞ。あ、どうす、どう止める、そう、こう、ここ、まあそれはそう。はい、相打ち、相打ち、4点トールで全回復されるかと。はい、はい、どうする、お三段が返す装備。国葬の模範って言われると、また普通に、あ、何もなかった。はい、対戦ありがとうございました。というわけで1本だけですが、赤タンアグロの対戦をお送りしました。いかがだったでしょうか。土地が詰まって苦しい展開になりましたが、神木勢の興奮で序盤にダメージを稼げていたので最後まで押し切ることができました。今回の動画はこれでおしまいです。また次の動画でお会いしましょう。ここまでご視聴ありがとうございました。